こんにちは、イラストレーターのレッドジュースと申します。今日は、クリップスタジオが10周年ということで、10年前にリリースされたクリップスタジオの初期バージョンを使って絵を描いていきたいと思います。よろしくお願いします。 UI が白いですね。懐かしさをちょっと感じましたね。懐かしいな。基本的にはそんなに変化はないですね。機能としては、今でも十分に通用するレベルのレスポンスだったり、ブラシのカスタマイズ性はあるんですけど、やっぱ最新版と比べるとどうしてもカスタマイズの幅が狭いので、その辺ではもうちょっとっていう感じはしますね。トーンカーブがないなっていうのと、あとは、ブラシのプリセットがやっぱ少ないですね。最初、セルシスさんからクーマリオンっていうデバイスの、紹介として1枚描いてくれというご依頼いただきまして、それに合わせて今までクリップスタジオ自分使ってなかったんですけど、それまでキャラクターは例えば他の他社製品さんで、背景は別のソフトでやってたところを全部クリップスタジオで一貫して作業するっていうワークフローを作りまして、1枚目からそれが全て完結してしまったんで、クリップスタジオすごいソフトだなって、いやめちゃくちゃ優秀なソフトだと思いました。はい、絵に関する全ての、作業がこの一つで完結するっていうところがやっぱ素晴らしいと思います。一番よく使うっていうのは投げ縄塗りツールですね。本当に断るごとに何でも投げ縄塗り使っちゃうんで、投げ縄塗りがないのすごく困って苦戦してます。はい、一つはメッシュ変形ですね。網目状に、ポイントをつかんで変形するっていう機能なんですけど、本当にできることがたくさんあるので、これ機能として実装された時すごいやったって感じで嬉しかったですね。どのぐらいなんですかね。80回ですか。ちょっと多くないですか。予想以上にやっぱ細かくアップデートされてたってことで、大きな機能追加だけじゃなくってバグ修正だとか、小さい機能追加だとかすごい細かくやられてて頑張ってるなって思うし、なんか信頼できるなっていう印象ですね。ちょうどピクシブとか、ニコニコ動画とかの影響もあって、趣味でイラストを描かれる、方がすごく増えてた時期なんですね。で、そういう時期にクリップスタジオが登場してくれたので、さらにそのホビーユーザーを広げるっていう意味でお絵描きのコミュニティを広げていったツールの一つなんじゃないかなと思います。10年前っていうと、ちょうど自分がお絵描きをイラストレーター専業としてやるかどうかって結構悩んでいた時期で、結果としてクリップスタジオとの出会いだったりファンの方からの応援だったりがあって、今ちゃんとプロとしてイラストレーターが続けられてるよっていうのは、当時の自分からするとある意味奇跡みたいなところもあるので、頑張ればなんとかなるんで頑張って続けなさいってことですかね。ここ10年、自分のイラストレーターその成長と回して、クリップスタジオの方も10年間アップデートが続いてきて、ずっと一緒に仕事をしてきてツールでもあるんですけど、やっぱ相棒みたいな存在でもあるし、この関係がまだまだ続いていくんだなって、そういう感じですね。改めまして、クリップスタジオ10周年おめでとうございます。これからも、自分の表現を広げてくれる相棒として一緒にやっていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。クリップスタジオペイント。